今回は取引士の登録についてです。まず登録の手続きを見てみましょう。登録の手続きは宅建試験に合格したもので、1、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者、または2、国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者は、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。宅地建物取引業に係る営業に関して、国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者というのは、国土交通大臣が指定する宅地建物の取引に関する実務講習などをですね、修了した方などが該当いたします。続きまして、登録の基準についてです。宅建業法は登録の基準を設け、取引士としてふさわしくない方については登録できないものとしています。登録の基準はこれから見ていきますが、免許の基準にも該当する場合がありますから、そちらと合わせて確認をしてください。まず最初に登録の基準、結核事由 A として、免許の基準、結核事由と同じものについてです。1、成年被後見人、被補佐人、または破産者で復権を得ないもの。2、 A、不正の手段により免許を受けたこと。 B、 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いこと。 C、 業務停止処分に違反したこと。こちらのいずれかに該当するとして免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの。3、A、不正の手段により免許を受けたこと。 B、 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いこと。 C、 業務停止処分に違反したことのいずれかに該当するとして免許を取り消されたものが、法人の場合において当該取り消しにかかる聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内に役員であったもので、その取り消しの日から5年を経過しないもの。以前ですね、免許の結核事由のところで勉強したので、こちらを思い出していただければと思います。同じく4、免許取り消し処分の聴聞の期日および場所が公示された日から処分をするかしないかを決定するまでの間に、相当の理由なく廃業等の届出をしたもので、廃業等の届出の日から5年を経過しないもの。5、免許取り消し処分の聴聞の期日および場所が公示された日から処分をするかしないかを決定するまでの間に、相当の理由なく合併により消滅した法人、または廃業等の届出のあった法人の聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内に役員であったもので、その消滅または廃業等の届出の日から5年を経過していないもの。6、禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないもの。こちらはですね、すべての罪について禁錮以上の刑ということになります。7、次のいずれかの罪を犯し罰金刑に処せられその刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの。 A、 宅建業法違反、 B、 背任罪、 C、 暴力的犯罪、 A、 傷害罪、傷害現場女性罪、暴行罪、狂気準備集合罪、脅迫罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、暴力行為等処罰に関する法律の罪、過失傷害罪、贈賄罪などが含まれないことは免許の基準の場合と同じとなっております。こちらについてはですね、罰金刑、禁錮よりももっと軽い刑ですが、こちらに該当した場合もですね、結核事由に該当し、そして取引士の登録のですね、基準についても同じように項目として入っておりますので、ご注意ください。
続きましては結核事由とですね、同じではありませんが、登録の際の結核事由について、定められているものについてです。1、宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。登録は取引士となるための前提となる手続きですが、重要事項の説明という大切な仕事をやはり行為能力を有しない未成年者が行うことは適切ではありません。そこでこのような未成年者の方は登録の際の結核事由としております。 2. A. 不正の手段により登録を受けたこと。 B. 不正の手段により取引士証の交付を受けたこと。 C. 事務禁止処分の事由に該当し情状が特に重いこと。 D. 事務禁止処分に違反したこと。いずれかに該当するとして登録の少女の処分を受け、その処分の日から5年を経過しないもの。 3. 2のいずれかの事由に該当するとして登録の少女処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日、または当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なくして登録の少女の申請をしたもので、当該登録が少女された日から5年を経過しないもの。 4. 取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に自ら申請して登録の少女を受け、まだその禁止の期間が満了しないもの。登録の結核事由としては、その多くが、免許の際のですね、結核事由と、同じものがありますので、特に取引士の登録について定められた結核事由を覚えていただければと思います。そうしましたら今回の問題について、取引士 A は禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから3年を経過すれば取引士の登録を受けることができる。答えは×となります。禁錮以上ということですから、5年を経過しないと取引士の登録をすることはできませんので、ご注意ください。